ピューキングです。今日はこのコースやっていきます。 3D ワールド騙しコース2カッコトロールレベル。説明文に実況者に遊んでもらえたら嬉しいです。少しギミックをパクりましたが許してください。これが中3の本気って書いてるんですよ。ごめんね、実況者じゃなくて僕実況者なんですよまあうるさいやつはほっといて、で前から言ってるんだけど、パクりましたって書くな。参考にしましたって書いたらいい感じに聞こえるじゃん。まあ意味は同じなんですけどね。でもこの制作者さん、罪悪感があったからそうやって書いてるんだろうね。心優しい制作者じゃん。ならコースでもその優しいところを見せてくれるんだよな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.99%。 そういやガチな話すると、ここ10日間ぐらい僕死ぬほど忙しくなるんですよ。そのせいで投稿頻度っていうのが定期的じゃなくなるんだけど、本当に申し訳ありません。まあそのせいでね、編集とかも軽くなってしまう時があるかもしれない開幕8個。左のブロック叩いたらいけなかったのね。なら透明土管に入ります。で下にトケピーが出てきたよね。いつ出てくるんだろう。一旦ヒップドロップしてみようか。ちょっとみんなに聞きたいんだけど、ゲームが苦手な人がいるとするじゃん。でもその人がゲームしたいって言ったら何をおすすめすればいいかな。マリオとかはダメなんだよね。その人をクリームをまた押せでもゲームがしたいからなんか教えてとか言われてもさ、何教えればいいかなと思って、クレヨンしんちゃんとかすみっこ暮らしとか教えてたんだけど、いやいやこういうのじゃないみたいな言われてさ、てかこれ死体だけだとお前邪魔ー、いや倒せるんかい。で行き着いた答えがポケモンですよ。ポケモンってガチで最強だと思わない？大人から幼児まで楽しめるみたいな、いやいやいばー。だからポケモンを進めてみたんだよね。うん、まあこれだったらいいかもみたいなことを言われちゃってお前何様だよって、僕が勧めさせていただいてますみたいな感じになってんじゃんみたいなでさ、僕ポケモンはあんまりしないからわかんないんだけど、一番やりやすいポケモンって何？今さ、バイオレット・スカーレットが新しいと思うんだけど、もっとね、簡単なのあったら教えてほしいなと思って。話が進まんかな。その他のゲームでも全然いいのよ。ぜひ皆さんの知識を貸してください。そして私に力を貸してください。さあみんな、両手を上に上げて、ブー、これで最後だ、元気だばー。ならここは右を進化しとけという頃かい。下からなんか出てきたね。で、これは下なんかあんのかな。え、何がの力をのかさ、これ上はいけないよな。意味わかんねえ、力つかんだ。ちくわブロックでこんな動きできんの、うん、なんで今度は違うのお前何なんださっきから。このちくわの動きが全く読めねえ。漢字で5で出てくる漢字ぐらいマジで読めねえいい加減にさ。これが中3の本気って言うわけかい。なかなかやるじゃないの。だが大人を舐めるんじゃありませんわよ。僕は中3の頃上司から告白されたことあるんだからな。もうじっとせんなって、君にも来るって、お前はごめんなさい。でさ、その告白されたっていうのマジなんだけど、その後が気にならないみんな。その後ね、秘密うせこのボブと一緒に僕爆発した方が良かったのかもしれないな。で、これ上は？上は特に何もなさそうだね。で、こいつはヒップドロップしてすぐにクルリンパ、それで絶対間違いない、クルリンパだ。で、中間じゃん、中間はなそう、中間優しいね、そんな簡単に取らせてくれるなんて。でもここからすぐ僕は罠に引っかかると思うんだ。ですよね。何もなかったですよ。そもそもお付き合いをしたいなと思う女性ではなかもうこういうこと言うのやめようや、炎上するかもしれないもん、もしかしたらさ。じゃあこれ左か。そもそもね、僕誰ともお付き合いしたことがないんですよ。ずっと一人だからね。このドッスンは下に落ちてくるね。なら透明土管に行きます。なになになに、これ来たのはいいんだけどさ、素直にやらせてくれればいいじゃん。え、これ左行けないの？行けるじゃん。え、なにここ、特に罠という罠がないよな。もう下行ってみる。いや、どうなるんだろう、これ下行ってやられるだけでしょ。あっちだ。なんか急に罠が全然なくて私困っております。下まれ。この雲の上に隠しブロックがあったから、上からプロペラを取っていけばいいのさ。で、この後よ、うー、クリボーちゃん踏んでいいのかな。このボムちゃんが壊してくれんのね、ブロックを。そんでブーメラーを持ってこのパワーブロックで石エッジを倒せばいいのさ。にゃんちゃん、なにこのにゃんちゃん、このスネを動かないよ。どうすればいいのかな、この土管は。にゃーん、
猫を取ったらいけなかったのかな。ブロックを壊して上に逃げておこうか。するとベルがなくなったね。でパウを持ってロースを倒す。これでスネ夫が動くかっていう話。動くじゃん。え、猫とさこのブーメランの違いが分かんねえな。え、何何これ。ブロック動いてんだけど、これ進めるか。いやチビになっちゃうよな。でパウを持って多分ね土管に入るでいいと思う。さっきさパウが必要みたいなこと書いてたじゃん。だからここで投げる。そしてすぐにキノコを取りに行く。それで合ってんじゃないの。やっほっほっ。でオンオフをする。うん、する以外ないと思うよ。でもね右から何が来ることは分かってた。だからこの場所で僕は何もしない。唇植物。こういうさ間違って一匹だけ敵がポンって出てくる罠、どうしても苦笑してしまうよな。なんだお前。オンオフをして右側で何もしなければ大丈夫だ。隠しブロックに引っかかることはない。でなんだこの水色のオンオフブロックは。オンオフブロックじゃない、スネークブロックは何もないな。だからここでヒップドロップ。それ以外だ。やめなさいムキムキ。そういや最近コメントでさ、最近暑くなってきたからお腹出したまんま寝ないでくださいね、風邪をひくからって言われたんだけど、子供か俺。分かってんだよそんぐらいぐらい。オンオフしたけど大丈夫これさ、なんか来るんじゃないの。なんか来る。キノコ様。いや失礼だよな、そうやって心配してくれてるのにそんな風に言うなんて。なら僕は子供になっちまえば問題ないんじゃないかなと思うわけですよ。キノコ取れたね。僕ちゃん行くよ。さあこのワープブロックは何なんだろうね。わかんないわかんない。走ってっていいの。上のブロック何もないね。ママなんかこっち見てる。右の土管に入れないなら左に戻る以外ないよな。これでハチ公が出てくる。で、あ、これで土管に入れるのか。さあ次は右にキノコがある。キノコを持ってこいっていう感じだと思うんだけど、ヒップドロップしても何も変わんないよな。じゃあキノコはどこにあるの。上のパワーブロックかい。このパワーブロックは発動してすぐにキノコ様の方に。キノコ様。何すんだ。あ、え、これ。もうやめねえよ。なんか似てよ。ガマ発見しました。制作者勇気を、君は人に勇気を与えるような存在になりなさいと、そういう意味で名付けられたんじゃないのか。だがそれがなんだ、絶望しかもらってないぞこのヤンキーが。そういやさ、東京か大阪に引っ越したいなって思ってるんだけど、僕が実況できるような環境ってないよな。これ絶対叩いたらダメだ。もう下に振る意味がないもんな。でも僕が叩いてすぐ左に行く。でこいつはヒップドロップしてここに雲があるから大丈夫だよな。何も来ないよな。で右に行っちゃう。どうにかしてチビになれなきゃいけない。どうやってなろうかな。ここに押しつぶされた瞬間に左。うますぎる。でこいつは鉄球、鉄球で一番左まで逃げておこうか。ここまで来れば大丈夫でしょうきっと。よしよし上げてくれ。で透明土管に入って、なんか嫌な予感がするな。右のボブ兵たちは今ごめんちょっと噛みそうになった。でこれバネ持っちゃっていい。持って上に行こうか。これバネの何もないんかい。バネ投げるみたいな。あ、なるほどね、これで鍵が手に入るっていう感じか。バネたまには仕事すんじゃねえか。で、でドアに入るでいいのかな。入れさせてくれる。オッケーオッケー。さあそろそろ中間ポイント2が欲しいところなんですけどね。中間ポイント2あるじゃねえか。オンオフをした瞬間すぐ右だー。中間。さ、もうゴールでいいよ。はぁ、中間ポイント1戻しっていうことはないよな。これさゴールまでのチョコビーなのねえの。で鍵は手に入った。あれ、ここを出してたらいけなかったみたいな。ちょっと待って、中間に取ったばっかじゃん。こんなところでガマなんてやめてくれ。いや、今日はねやり直しをしないで時間切れまで増しましたよ。なぜかってお手洗いに行きたかったからさ。まあまあちょうどよかったね。さあドアに入っていこうか。これでさっきのブロックは出てないはずだよな。でこっからどうするかなんだけど、あ、鍵が手に入ったね。ってことはまたこの土管に入って罠が変わってるとかそういう感じなんじゃない。あ、いや違うわ、ワープブロックに入れる。でクリボーのかぶりもかぶって下に行けばいいのかな。で右は行けそうにないからドアに入る。ドアじゃない、土管ね。
最近めちゃめちゃ間違えるんだよな。いやこれもうさ、ゴール近いんじゃないので左に行く。うわこれヒップドロップする。ヒップドロップしても何も出てきそうにはない。やっぱそうだよな。いや右にキノコが見えてんだよね。だからただいま瞬間ここバタンカー、お前はお呼びじゃないんだよ。じゃあ右にフラワーが落ちてきたから、あそこで待っておけっていう感じなんじゃない。左のキノコはフェイクだとは思うね。これでブロックが壊せるということですよ。じゃあブロックを壊してボム A を踏んだ瞬間右上に逃げる。たら魚が落ちてきそう。大丈夫か、左から来るとかそういうわけでもない。大丈夫だね。左にドスがいるんじゃない。だからすぐ上に逃げようか。いやいいんじゃない。でここでブロックを叩くと右のブロックどうやって壊してくれる。なるほど、ムキムキちゃんのバカ。ボムを出しておくことは間違ってはなかったと思いますよ。ただ私気になってることがあるんですよ。もう一つあるんじゃない。大人を舐めるなってんだ。で次は、次はないのね。さあハテナを叩いて上に逃げます。これで無機物が避けれるんだけど、右のオンオフブロックわざわざ叩きに行く必要があるのか。うわどうしよう、このまま何もしないでも、うわ入れるよな。うわどうしよう、いや気になるもんな。この雪見大福か。そういや雪見大福で思い出した。最近めちゃめちゃハマってるアイスがあって、ピノのアーモンド味なんだけど、あのアソートボックスにしか入ってないやつ。あれすげえ美味しいよねと思ったらゴール凍ってんじゃん。めちゃめちゃ美味しそうなアイスがあそこにあんじゃん。ここ叩いてみる。叩いてすぐこのドカン、すぐこのドカン。涼しいだね。そんなシューって出てくるんじゃなくて、もう少し僕を翻弄させてくれよ。で三歩倒して溶けてないからゴールできないんだよね。やっぱこの下に行けっちゅうこと。下に行って多分ファイヤーかなんか出てくると思うんだけど、なんかヒップドロップできないんだけど。ちょうどここでできないんだけど。で下に行く。ここでヒップドロップすればファイヤーが出てくるのかい。なんか出てきた音聞こえたね。来た来た来た来ます。だがこれでゴールはもう俺だもんだ。ヒップドロップします。ですぐ右に逃げる。そしたらトンカチが出てきてぶっ壊せぶっ壊せ。よし。いや中3の本気見させてもらいましたよ。すごく素晴らしいコースで楽しませていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ドントルックバック、後ろを向くなということですね。でサムネを見る感じ、坂を下るようにコインが設置されてるんだけど、そのコインを取るだけっていうコースなんじゃないかな。わざわざ後ろを向かなくても進めそうな気するんだけどな。で説明文にスラッシュって書いてるじゃん。あのスラッシュの意味が全然わからん。意味がわかる方いたらぜひ教えてほしいですね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.4%。 そんでこれゴール条件もないんですよ。おそらく10秒しかないとかだと思うんですけどね。これで10秒以上あったらめちゃめちゃ簡単だよな。さあ始まった。でやっぱり時間は10秒か。で後ろは向いたらいけないから、もうこっから走っていく以外ないよな。いやこれ後ろ向いたらブロックブロック。走ってダメならしゃがんでいくしかないですね。走ってしゃがめ。靴履き替えろ。走ってもダメ、しゃがんでもダメ、後ろ向いてもダメ。なら歩こうか。わかるか。じゃあどうすんの。え走ってもダメ、しゃがんでもダメ、歩いてもダメでしょ。じゃあ僕動けないよ。誰か教えてろ。分かったかもしれん。勢いがあればいいんじゃない。だからジャンプして最初後ろに下がる。でこのまんまダッシュしゃがみジャンプ。夢見んない。最速が3秒だから地面に足つかずスーって降りたんじゃない。宙に浮いてる状態でこうやっていけません。でも後ろに下がってると3秒以上経つから、これで3秒だもんな。だからこの行き方じゃないと思うんだよな。なら初めからダッシュしてしゃがんでみる。来た来た、この坂。最初にダッシュしてしゃがんだら結構進めるっていうことが分かった。で勢いがなくなっちゃうから、もう一回ダッシュして進めっていう感じなんじゃない。なんだあいつ。ちょっとそれでやっててみようか。走るしゃがむ、走るしゃがむ、走る。来た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 、攻略を見つけたぞ。多分ねこのコース速すぎてもダメで遅すぎてもダメだから、一定の速度だったらいけるみたいな。よっしゃいやよく分かんないけどクリアできましたね。突っかかる時と突っかからない判定がよくわかんないよね。やっほー、これが一発マリオ名人だ。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。